島の双川選手が担架に運ばれていく瞬間、ビズラの皆さんのことが、お一人の名前がやっぱり浮かびました。そうしてですよ、やっぱりこうキャーっていうね、ちょっと女性のねキャーっていうね、あの悲鳴が上がってたんですよ。この悲鳴を上げさせた男といえばやっぱ双川選手でしょ。ちょっと宇佐美くんのファンにキャーっていうのはまだ早いかと。やっぱり双川選手を応援してくれる、応援してる女性ファンから上がるならではの悲鳴でございました。皆さん心配されています。さあ、そしてカリさんからのメッセージをいただいております。カリさん、ありがとうございます。こんにちは、今日も楽しく聞いています。ありがとうございます。昨日は新潟戦勝利、良かったです。ホーム負けなしですね。早く万博へ行きたいです。そうか、カリさん関東の方ですからね。ねえ、またぜひちょっと盛り上がって応援しましょう。で、開始早々の双川選手の負傷、あまりにものすごい流血だったので、それからというもの心配で心配で、好調だっただけに、後半スタンドのね下から見ている姿を見て、ちらっと笑顔を見れてちょっとほっとしました。 ACL で元気に戻ってきてくれることを祈っています。いただいております。まあ、あの西野監督が監督会見で小針に言いましたと。それからチーム関係者の方に伺いますと、正式な発表は月曜日になりますということでした。本当にね、大事に至らない、ね、それを祈りたいです。さあ、かりんさんのメッセージの続きなんですが、そしてそして内田選手の初出場、試合後の笑顔が初々しくて可愛かったです。インタビュー楽しみです。山口選手が心配ですが、他にも負傷選手がたくさんいて苦しい中ですが、みんなで ACL 勝ち取ってほしいですとかりんさんからいただきました。本当ですよね。まあ、本当に山口選手も今シーズン その輝きを取り戻したというか、あの笑顔を取り戻したね、聡選手の結果が本当に心配です。もう昨日もね、あの和道選手とか下平選手とかに会いましたけども、どうなんですかって聞いたんですけど、ちょっとね、下平選手まだ分かんないんですみたいな話だったんですけどもね、まあ、本当に先ほどミレイさんの話もありましたが、橋本選手も、ね、みんな早く復帰して、ね、全タイトルに向かって頑張ってほしいですよね。いや、でもそれ以上双川選手愛されてますね。皆さんから心配されていますね。317試合出場ね、流血でしたけれどもね、次の ACL、 それが318試合はまたまた輝いてほしいと思います。まあ、双川選手と言いますとね、まあ、私たちのその密着マークをね、何よりもこう避けてる双川選手なんですが、まあ、思えば去年ね、300試合出場を果たされた時も、ああ、やっと終わってよかったです、繋がれないんでおっしゃってましたしね。でも、宮本選手の単独 のガンバ大阪での出場記録を抜いたんですよって言ったら、ああ、もうそれ常さんの記録抜けたんだけが嬉しいですと言ってはりました。それからね、300試合出場を果たした次の万博の試合で、いとこのね、あの可愛い女の子から花束を受け取ったんですけども、そのいとこさんとね、お母様にね、インタビューさせてもらいましたよ。あ、いとこさん、お子さんですか、ご親族のね方に、インタビューしたんですけども、あのこの間250試合の時も花束渡したんですよ、300試合の時は結婚してると思ったのにってご親族の皆さんもおっしゃってましたね。双川選手、いつ身を固めてくれるんでしょうかね、それも楽しみです。さあ、それではですね、早速でだいぶ喋ってますけど、はい、昨日の試合の後の選手の皆様のインタビューをお届けしてまいりましょう。まずは昨日2得点、昨日も素晴らしい活躍、アドリアーノ選手の試合後のインタビューをお聞きください。非常に嬉しいです。自分のゴール取れることができて、で、まあ、チームも貢献できたことが本当に勝利につながってよかったと思います。選手のね、笑顔がいい、可愛い。
愛い可愛い可愛い忘れてますけど、あんなに素敵なスマイルのね助っ人がいてくれて、ほんとガンバサポやって幸せです。ぜひ ACL でもゴールを決めて、またバック転してほしいです、ね、そんなアタリアの選手、 ACL に向けてはどのように思ってるんでしょうか。Sabemos a qualidade que a equipe do Sirius tem. Para mim vai ser jogo especial, né? Por ter atuado por lá e por querer vencer. Então a gente conta com o apoio de todos os torcedores para que a gente possa conseguir uma boa vitória. 非常に難しい試合になると思いますし、自分にとっては特別なゲームですから、ついにいたわけですから。ただ皆さんの応援でここで勝ちましょう。応援しますよアドリアーノ選手、ね、今度の ACL はやっぱり大阪ダービーということで注目されているんですけども、セレッソ大阪の藤田社長がもうずっとね、いろんな各地にアドリアーノが頑張りに行って肌が立つと思うからずっと怒っとるみたいなね、ごめんなさいね、もうここ一つちょっとごめんなさいねって言っといて、でまたぜひ次の試合も決めていただきたいと思いますよ。もう週も頑張ってよ、ね、応援してます、はい、まあ、いい試合が見たいですね。さあそれから宇佐美選手ですよ、ね、PK を、ね、遠藤選手に譲ってもらって決めて、それから福岡でドリブルでバーンと決めてくれて目覚めましたね宇佐美選手、昨日すごかったですね、バーを叩く激しいシュート、それから俺が仕掛けたんねみたいなあの勢い来たと思いましたよね。そんな宇佐美選手、試合後どのように語っているんでしょうか、じっくりお聞きください。今日のプレーで一番こだわった点をお願いします。こだわった点は仕掛ける部分はとりあえず数というか、試合前には今日の試合は本当10回以上仕掛けようっていうか、数にこだわったっていう部分もあったし、何回取られてもいいからとにかく仕掛けることを意識しようと思っていきました。それは本当プロになってから心の底から本当に仕掛けにこだわってやれたっていうか、なんか周りの声もパスの要求とかも聞こえないぐらい仕掛けに対して集中してたし、特にきっかけがあったってわけじゃないんですけど、自分自身がもっとどっかで変えないとっていう意識から、まあ、そうなったのかわからないですけど、ポジション的にもどんどん仕掛けられるポジションやんですし、まあ、そういう仕掛ける間合いの感覚だったり、そういうのは今日本当もうどんどんボール回してくれっていう感じだったんで、まあ、今日のようなこう仕掛ける、まあ、回数もそうですし、仕掛けていく気持ちっていうのは本当もっと忘れないで、はい、最後の決勝点も結びつきましたが、本当に随所随所に鋭いシュートもありました、まあ、決めきれればもっと良かったですし、まあ、一発目で自分が決めれるように、はい、やっていきたいです。でもその感覚としては宇佐美選手も感じてらっしゃる点ではいかがでしょうか。まあ、本当に日に日に良くなっていってはいるし、まあ、さらにもっとこう研ぎ澄ましていけば、まあ、もっともっといいプレーもできると思うし、はい、自分の持ち味っていうのを見失わないようにだけ意識したいです。ガンバはいいパスが出る分、宇佐美選手がシンプルに、ね、ゴールを狙う場合という点と、それから宇佐美選手が自身がこう作って仕掛けるのも求められる両面あると思うんですけど、今ご自分の中で意識してらっしゃる重点っていうのはどうでしょうか。いやもう後ろ本当に監督にもよく言われますけど、後ろでまあつなげる選手はいっぱいいるし、まあ、引きすぎるってた部分が多かったので、まあ、こう運動量がこう少なくなるかもしれないですけど、本当にこう前にどんどん前にポジショニングを取ろうっていう風に今もすごい思ってるし、まあ、それが結果的に本当にいいボールを引き出せてるので、まあ、そこからいい仕掛けが出たり押せたりも出せてるし、それは引き続きやっていきたいです。楽しくできてるし、でそれが一番やと思うし、今年に入って本当最初の方でもずっと楽しめてなかったので、まあ、プレーも良くなれば本当に楽しめるようになるし、その2つ方向をしっかり心の底からをこう感じてプレーできるように、まあ、それがさらに結果につながるようになればベストかなと思います。乗ってる時の宇佐美くんはいいこと言うな。もうどうです、今のインタビューからどれだけ記事に踊っているか、もう
宇佐美選手のプレーだけじゃなくて、そのなんていうのかな、言葉がもう躍動してるんですよね。もうそれがくーたまりませんな。もう目覚めてくれましたか。待ってましたよ本当に。もう昨日はもうインタビューしてても最高でしたね。最高でした。皆さん嬉しいですね。そんな宇佐美選手にも ACL に向けての意気込みを聞いてきました。次の試合が大事だとおっしゃってましたけれども、次の試合に向けてお願いします。まあ、次の試合が本当にもう一番大事というか、まあ、今日しっかり勝って本当に弾みになったし、まあ、チーム全員で勝ちをなんとか、手ごわい相手ですけど、もぎ取れるようにやっていきたいです。初めてですか ACL でやるのって、もうそれだけこう強さとかも本当すごいチームになってきたんやなっていうふうにも、昔からこう我慢してる側の人間としては思いますし、いや本当にまだ J リーグとは全然違うと思うんで、一発勝負でもありますし、まあ、そういう空気をもっと楽しんでできるようにやっていきたいです。仕掛けにこだわっていこうと思われます？そうですね、はい、まあ、もっとというぐらい思ってもいいと思うし、どんどん仕掛けて何回取られてもいいから仕掛けていくぐらいの気持ちでやっていきたいです。宇佐美選手にとってその ACL はどんな存在ですか？いや、まあすごい全てのタイトルを取りたいと思ってますし、まあ頑張りとっても本当に必要なタイトルなんで、すごい取りたいです。一発勝負っていった面では、あの気をつけたいなと思ってらっしゃる点、そしてこだわりたいなと思ってらっしゃる点はありますか？いや、まあ、難しいんでこだわりたいとかは特にないですけど、まあ、勝つことだけ、何点取られてもそれ以上点を取ればいいし、まあ、どんな形でも1点取れればそれをみんなで必死で守りきれば勝ちですし、まあ、そういうことをとにかく勝つことを意識して、内容とかより結果にこだわってやりたいと思います。セレッソ大阪相手に仕掛けまくる宇佐美くん見たいですね。そしてゴールも見たいですね。いや本当楽しみです。宇佐美選手ね、取材行った時に教えてくれたんですけどね、ご家族中がガンバファンということで、まあ、2歳の時からお母さんの自転車の後ろに乗って、まあ、当時のね京田鍋の練習場まで通ってたね、筋金のガンバファンですから、そこから生まれた天才ですからね。ガンバもセレッソも強なったんやっていうのが、ガンバ側から言いますけどっていうのがね、面白かったですね。いやもうから四方が割れてまた幸せですね。私たちもね、宇佐美くんのお母さんって幸せなんでしょうね。宇佐美くん埋めてすごいなっていつも感動します。さあそしてですね、内田選手 J リーグ、ね、デビューを果たしましたね。この瞬間皆さん万博で見れてよかったですね。ね、こういう瞬間に会えるからね、こうやっぱりこう現地行くとたまらんのですね。それでは内田選手のインタビューをお聞きください。初出場おめでとうございます。ありがとうございます。なんて言われて出場だったんですか？いや多分佐藤さんがの、まあ、なんかあったかわかんないですけど、もうすぐ佐藤とかあれって言われて、まあ、でそれで、まあ、ポジションをフォーメーション言われて、もうすぐ行けっていうだけです。呼ばれた時はどんな気持ちでしたか？最初は失点したばっかりやったんで、やっぱ僕は守備的で入るっていうのはやっぱそうです、そういう部分で入ると思ってたんで、攻撃的な選手入れるんかなとは思ってたんで、ちょっとびっくりはしましたけど、まあ、準備はしっかりできてたんで、はい。Jリーグの初出場でしたけど、そのピッチに立った瞬間っていうのは、そうですね、なんか緊張とかよりもなんかもう抑えようっていう気持ちでも、なんかそんな緊張もあんま感じなくて、で点も入って、いろん なんか気持ちを味わえたんで、今日だけでよかったです。出てあれで点取られて負けるのと、出てヘッドって勝てるのではまた多分これからのあれでも気持ち的にも変わってくると思うんで、勝ててよかったです。初出場が勝利で、はい、思い出残るプレーはどんなプレーですか？もうあっという間に終わってしまったんで、もう自分で何かしたっていうのもあんまないですし、そうですね、そんなだからないですね。シーズン待ちから結構時間が経ったけど、そうですね、まあの時はボランチで出してもらえて、まあ、そこからシーズン始まって、まあ、ボランチとかでもあるんかなと思って準備はしてたんですけど、なかなか